門前の水路角法上亀山法王病所南前院は京都市左京区南禅寺副地町にある臨在州南禅寺派の寺院。南禅寺の特注である南禅寺の発祥地と言われている。門前には琵琶湖疎水事業の一環として建設された水路角が通る。文永元年亀山天皇は前林寺の南側にあるこの地に離宮前輪寺殿を建てた。 利休は上の御所と下の御所に分かれており、公安10年に亀山上皇によって上の御所に自物堂の南禅院が建立されている。昭和2年、亀山上皇はこの地で出家して、法王となると、昭和4年に利休、禅林寺殿を無責不問を解散として寺院化させ、両安山禅林禅寺と名付けた。その後、禅林禅寺は規模を拡大させて、 名称も南禅寺と改めると、発祥の地であった、地仏堂の南禅院はその多中とされた。明徳四年に消失し、永二十七年に北山御所の神殿を移築するが、文安四年の南禅寺大火で、再び消失した。王仁の乱以後は荒廃していたが、元禄十六年に、継承院と延長院禅理に,によって再興された。百八十八年には、南禅院の前に、 琵琶湖疎水を流す水路角が建てられている。ありがとうございます。